パーシモンハゲの中古クラブシダ検証、カーボンコンパジットホンマツインマークス MG410 を検証します。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲです。パーシモンハゲの中古クラブシダ検証、今回はですね、こちら本間のこちら MG410 というモデルのフェアウェイウッドを検証していきます。でなんか特徴、こうなんかちょっとここがシルバーになってたりして、ちょっとねなんか変わった感じの、だからといってコンポジットではなさそうなんですけど、多分コンポジットではないですね。はい、こういうカーボニウム、これコンポジットかもしれない。カーボニウムって書いてあるから、ここに、カーボニウムって書いてあるので、もしかしたらここのクラウンがカーボンかもしれないですね。はい、でシャフトが R フレックス R で四つ星です。ホースター、アーマックのホースターですね。で3番が 42.5 インチロフト15度、バランスが C8 と、はい、まずこれからいってみたいと思います。ちょっとね 42.5 インチはちょっと長いんだよね。ただズーム、最近使ってるズームもそのぐらいの長さはあると思うので、まあどんなか塩梅か。まあこの縦のしなりはね感じるんだけど、どうもと、あれこれ襟軽いな、これすごい軽い。ちょっと重量チェック、重量チェック、重量が重量 301g、 だいぶ軽い。301、軽かった。軽かった。あんま飛ばないね。あんま飛ばないんだよね。まあでも弾きはまあ悪くない感じだけど、やっぱズームがね飛ぶんだよね、ズームが。アメージングスペック、多分カーボンコンポジット、あんまキンキン言わないのがあんま好きじゃないんだよ。キンキン言うやつの方が好きなんだけど、私のスイングはなんかねじりを必要としてんのかな。こう計測器おかしい、計測器おかしい。こんなヘナチョコの当たりなのにこんな数字出るんですよ。多分トップの引っ掛けだったから初速が結構出たのかな。でも見取り図悪いな。よいしょ、ヘッドは良さそう、良さげなんだけどな。こうあんまり私こうバーッと振りかぶってじゃなくて、回してここでパコーンってこうパコーンっていきたいんですけど、それがやりにくい。
で今のなんか一生懸命ここでちょっとこうシャフトを効かそうと思ったらもうこのまま行っちゃってドチピンでしょ。ただあんだけガコーンと引っかかるとこうやって距離は出るんですよ。あんだけ引っかかると、だからあの引っ掛けを生かすスイングをいつも考えてるんですけどね。腕クラブは今のあの動きをして体がここにいないでもうちょっとここであの動きをして方向を整えていく。ちょっといくらがしみじみしてきたけど、まあまあまあこんなとこですね。なかなかね、なかなかどうして、この下の番手はねもう楽に球がぐんぐん上がるんで全然使いやすいと思うんですけど、7番21度、これ 41.5 インチの21度の R の C の8、これですね、はい、これもホースターズ同じシャフト、はい、これいきます。ただ計測器は5番ウッド、まあこれは関係ないんだけどね。こんな見え方ですね。どこ持ったら分かるかな。こうか、こういう、もっとアップにしとく、こういう感じです。こういう角度か、こんな感じ。これもちょっとガコーンとこのラインで構えといて引っ掛けで、ここうまくいった。やっぱね、短い方が全然あの振りやすいよね、うん、全然振りやすい。 41.5 インチ、41.5 とか42、長くても42ぐらいがフェアウェイウッドはいいかなって感じ。もうね、振りやすいのが一番いいもんね。やっぱ長くて振りにくいので当たれば飛ぶじゃスコアにならないからね。今度は9番24度でございます。9番24度、これは41インチで同じく C8 でございます。 C8 揃えでございますね。24度でこんだけリーディングエッジがここが上でトップでここがこんだけ出てるんで、相当なんか球は上がりそうだなって感じです。上がっちゃって飛ばないんじゃないのこれ。あんま変わんないよ7番と。まあでも10ヤードぐらいは変わるか。こんな感じですね。186。ただこの辺のウッドの24度とユーティリティの24の違いは、やっぱウッドの24の方が球がいきなりボーンと上がるんですよね、私の感覚だと。でユーティリティの24度の方がもうちょっとこう前に行きながら上がっていく感じがあるんで、それでこう使い分けるとうまいこといくかなっていう感じですね。これでいきなりポコンと上がんないで、もうちょっと前に行きながら、やっぱ浮くわ、全然浮くわ。でもこの辺はね、本当正直21度とか24度、ウッドだと長さがコンマ5インチしか変わんないから、でロフト3度変わっても大した距離変わんないですよね。大した変わんない、うん、でユーティリティでこの辺の24度とかの番手で球がなんか浮き切らなくてランが出ちゃうんだよなっていう人は、こういうショートウッドを使った方、ショートウッドをおすすめしますね。まあ、ちょっと長くなる分、まあ、振りにくい
ていうのがあれば、まあユーティリティの方がいいかもしれないけど、おこれね、これ小さくて映んないだろうな。ここのこのゴールドのライン、計24って入ってました。24金ですね。こんな狭いところに24金使ってます。これなんてこった、びっくり。まあそういうクラブなんです、ほんまって。はい、というわけで今回の中古クラブ志田検証は、こちらね、 MG410 というモデルで、アーマックのホースター、こちらを検証しました。はいはい、うん、ちょっと3番ウッドは短尺の方がいいかな、私は。ただズームは別にいいんだけどね。はい、まあでもまだまだこのぐらいの古いモデルでも全然使えますんでね、興味のある方はぜひ、探してもなかなかないかな。まあまあ、まあ、まだ全然いけますということで、今回の検証結果でございます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう、ありがとうございます。